内田真也でーす。はい、じゃあ、早速だけどもメール読んでいきたいと思いますよ。お話ネーム、穂村さんからです。ありがとう。真也さん、こんばんは。こんばんは。お話ししませんか？するー。ついに配信開始されましたね。iOS 版、アイドルマスターシンデレラステージが。ああ、そうですね。私は音ゲーが苦手なんですが、それでもランコちゃんをお迎えするべく日々奮闘しています。SSR だからなかなかお迎えできてないんですけどね。まやさんはいろいろなアプリゲームに出演されていますが、自分の出演しているゲームとかプレイされてますか？また課金なんかするのでしょうか？よろしければ教えてください。ああ、そうですね。アイドルマスター、シンデレラガールズの、スターライトステージが、この度ね、配信スタートしましたけど、私ももちろん遊んでますよ。私ね、まず、スマホゲームに関しての自分の中の決め事があって、遊びました。とりあえず課金する。とりあえず課金。で、一本ゲームを買うぐらいの、まあ、5000円とかぐらいかな。ソフト一本分ぐらい入れてみて、そこからのスタートにするようにしてるんですよ。それは、まあ、アプリゲームだと言っても、やっぱそのぐらいの、ゲーム、まあ、コンシューマー系のゲームを買うのと同じぐらいの気持ちで、やっぱ向き合わないと、ゲームに失礼だという気持ちからの。うん。だって最初のやっぱさ、初期、その、ステータスのキャラクターとかカードたちって、やっぱ弱いんですよね。で、そこでなんか、あ、全然勝てないじゃんとか言ってつまずきたくもないので、とりあえず遊んでみて楽しいところまでやるために、やってます。まあ、シンデレラガールズも、例に、たがわず、課金してますけどね。しますよ。意外と、私はいろんなゲームを落としてはしてますけど、今回はね、まあしたんだけど、ランコはまだ出てないんですよね。さっきもね、ちょっとしてみたりしたけど、毎日してますよ。1日1回60ポイントぐらいで、できるやつね。あれしてるし、やってんだけどね、アンズとかは出た、アンズ2回ぐらい出たんですけどね、ランコはどうも出ないんですよね。今ちょっとやっていいやっていいなら、いやなんかこういうのって本番に強いとこ出ちゃうんじゃないの？出しちゃうじゃないの私。本番に強いという噂の私ですから。これは課金しないとちょっとスターが足りないような。生課金。いやー、でもこれってなんかわかんないですけど、ちょっとこう、高まりますよね。買ったことにより。そう。私、服とか全然、選ぶの大変で買えないんですけど、これは選ぶ必要ないじゃないですか。もう、常に宝箱みたいな。常にくじ引き的なところあるから。お、来ました。じゃあ、引いてみたいと思います。10連来い！あ、どうだろう。おい、結構いっぱい SR 出ましたよ。アナスタシア。あ、アナスタシアレアのやつも出た。リーナの SR が初めて出ました。あ、ミクの SR も出ました。あ、そしてアイコさんも出ましたね。はい、ということで終了です。なんだよ、出なかった。もう一回いや、もう一回やれば出るんじゃないかな。あ、ダメだ、白い封筒だからダメです。くっそー、私の、課金、ということで今私は30連してみたんですけどダメでした。辛い。もう、まあね、しょうがないです。そういう時もありますよ。まあ、SSR が増えきる前に、いつかね、ランコのカードとかがね、増える前に、今の時点で引いときたいところではあるんですけど。まあ、今回はダメでした。はい。終わり終わり。次のメール。お、ちゃんこさんもしかしてやってる？ダメだ。ダメか。ダメだよな、そんな簡単に。1.何%の出ないですよね。つらし。まあ、多分ね、今回、大きな、ライブイベントになると思いますので、ぜひ来れる方は
なんだか他のイベントと被っているようで、私すごく残念でならないんですよ。この日ね、アイドルマスターのね、ライブと被っててね、私日本にいなくて、本当にもう、今、がっつりデレステにハマっている身としては申し訳ないし、見たい。みんなのパフォーマンスが見たいんだ。そう、ランコ引いたしね。よかった。もうほんと自力です、自力。もうよかった、よかった。まあ、ちゃんとポスター貼ってまいりますよ、家には。なんかそれもあって、ちょうど被ってしまった。同じ日だったというのでね、私、心苦しいとこもあるんですけど、シンガポールで楽しんで、皆さんと一緒に盛り上がっていきたいと思いますので、来られる方は、ぜひ一緒に楽しみましょう。